あれモピは日向ぼっこしないんだね。モピさん最近ほんとそこすごい好きだよね。ていうかチロがいないね。ほんとじゃん。ずっといないよね。ほんとじゃん。どうしたの？寝てんのかな。寝てんじゃないまだ長いね今日は。でもピョみんな今日太陽ここ出したからパパとママがおる上に太陽も見れるよってここ集まっとるけど、この人はちょっと別だけどね。マロちゃんはずっとうろうろしてるし、でマロちゃん、そしてハムさんは寝とるし、ねハムちゃん、これやるとねパパね日焼けすんのよ。ハムちゃん日焼け止め塗らなかった、上に腕がボロボロになっちゃうよ。ハムちゃんパパもおじいちゃんだから、まだおじちゃんか、純度 100% のおじちゃんになっちゃったから、もう純度 100% の猫です。にゃーろにゃーろー、超嫌がっとるよ。にゃーろにゃーろー、まろまろー。なこれそういう動画、えそういう動画これ、すげえ嫌そう。まろちゃんずっとうろうろしとるからさ、ゴロゴロ言ってほしいんでしょ。いや全くやだねまろこちゃん、やだったの。まろちゃんまろちゃんまろちゃん、なぜか肉球に指突っ込むああ嫌がっているみんなそこ草ってやる。コロナ臭いんだね。これこの動画見ようと思ったら首くぎってやるのかな。ママの顔だけ映らんようにしようとするとこうなる。グギ。じゃあお腹すいたのかな。あんまガツガツ食べると吐くからさ、ちょいちょいあげてんだけど。吐いてる日はしゃあない。ね、まるちゃん、ちょっと待って、これ動物モードにしたらさ、君の胸にあるさモピーがモピーがピンと持ってくんだけど、あ、治った。すごいね動物扱いされてる、ちゃんとその絵素晴らしい。ミャロミャロ、はあ喜んでる。よかったねミャロちゃん、1ミリも反応してないモモちゃん。みよ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 ちゃん、ママ見てない、ももちゃんもパパを見てくれない、私を見て。呼んだら見てくれるんじゃない。呼んだけど反応しなかった。もも、ももちゃんダメだ、逆光、これうまくからぐれしないと見えなさそうだな。からこれか、明るさ調整をしっかりせんとね。ハムちゃんかわいよ、ひなたぼっこハムちゃん。メロコちゃんあのモードだと多分俺が追っかけると逃げるんだよね、下に行くんだよね。ほらマロコちゃんパパに追っかけてほしいモードね、下に来いって言ってんだろマロコちゃん。ほらーもうあれチロコは、チロコあれ取んのかあいつ。寝てんなももこちゃんじゃ、ももこももぴよ。でもね、ちょっとマロコ触ってくら、キャーわっとウィアウ。こうなるとマロコちゃん逃げるよね。あ、マロコちゃんやっぱお腹すいた。
パパもお腹鳴ったけど、まろこちゃんお腹すいた。お、チョちゃん起きた。今寝とったのに。チョちゃんおはよう。チョ、チョおはよう。あー、もうもうピが。君たちまだご飯には早いわよ。まだ10時よ。まだ10時10分よ。朝の朝だよ。朝だ朝だよ。朝だめ。みんな集まってきた。さすがに聴者もまだだって理解をしているに。ねえ聴者、まだご飯には早いね聴者ね。外が明るすぎて聴者逆光だからね。聴者今日映ってないから撮っとかんと聴者もね。ねえ聴者、ちょさてた。聴者に触られて嫌がってる。聴者セクハラですか、マロちゃんへのハラスメントですか。ハラチョチロハラスメント。ハラハラ。チョちゃん。チョちゃんそうだよね。この国唯一の男だもんね。よくないわね。やはり男性がもう一人いるかしら。ニコホー王国に。ねえ、長ちゃん。男一人しかいないから、長ちゃんしんどいでしょう。むちょ、むしちょ。ね。うん。長ちゃんだけは俺の方を見とるけど。みんな実は、背を向けているんだよね。ザ・猫って感じ。猫はこうじゃなくちゃ。あっ、聴者までパパに背を向けた。何これ、みんなして背を向けるターン、ちょっと面白いな。ダダメだ、全員は映らん。ああ、もうピキちゃった。全員背向けてんの可愛かったのに。ちょっとちょっときついって痛いよ。あ、聴者も来た。みんな来た。可愛いよ。なんかおかしいと思ったらやっぱりズームだったのこれ。ジャンピングチョ、ジャンピング聴者、じゃん。ジャンピングチョ、チョシャン、ジャンピング聴者。ハムちゃんだけずっとここにおったのか。伸びてる。